6月19日全日本大学駅伝の関東予選が行われますが、今回の動画は関東予選1位通過を狙います東洋大学のエントリーメンバー13名全員を紹介してまいります。時間の都合上駆け足となりますが、エントリーメンバー全員を紹介してまいります。4年生5人、3年生5人、2年生1人、1年生2人と上級生で固めてきた東洋大学ですが、早速紹介してまいります。まずは4年生1人目は及川瑠音選手、関東インカレ 1500m 4位に入賞を果たしまして、非常にスピードランナーですね。東洋大学スタミナ型の選手が多い中で、いい意味でスピードランナー、昨年の、ね、後半から非常に力安定感がより一層ついてきた印象で、昨年12月の日体大記録会では28分55秒の自己ベストをマーク、 5000m も13分42秒の自己ベストを持っております。残念ながらお正月の箱根駅伝は走ることがありませんでした。私はね、走るかなと予想しておりましたが、実際は走らず終わった及川選手ですけれども、まあ年明けてからもね、かなり順調に来ていると思います。関東インカレも非常に素晴らしかった。そのスピードをね、ぜひともトラックでまずは生かしていただきたいなと思います。まあエース級のね、3組目4組目は松山選手とかね、関東インカレで 5000m 1万 m 組でね、固めてくるんじゃないかと思いますが、及川選手が1組目あたりに来ると非常に面白いのかなと思います。得意のスパートでね、ぜひ貯金を作る走りをしていただきたいなと思います。4年生2人目は柏優吾選手、出雲駅伝のアンカーではね、快走しましたよね。非常に素晴らしいアンカーでのパフォーマンスを見せてくれました。残念ながら全日本大学駅伝箱根駅伝は走ることありませんでしたが、3月に立川で行われました全日本学生ハーフは62分55秒で、見事自己ベストをマークされました。非常にね、素晴らしいパフォーマンスでしたよね。柏選手、最後の全日本予選注目したいなと思います。そして3人目は、木本大地選手4年生、まだね、 5000m 1万 m は14分台、29分台の自己ベストですけれども、まあ今年のお正月ね、箱根駅伝の4区往路を走りました。ただ結果はね、とても悔しいもの、苦しい結果と思います。4区区間19位ということで、かなり悔しい思いはしたと思いますが、非常に力がある選手。関東インカレのハーフマラソンは63分03秒で5位に入賞を果たしました。まあ、間違いなく力はある選手ですからね、木本選手今後に注目したいなと思いますし、もしこれ走ることあればね、28分台あたりを狙っていただきたいなと思います。4年生4人目は児玉雄介選手、児玉雄介選手は関東インカレ1万メートルのメダリスト、3位に入賞しました。児玉選手は東洋大学の1区のスペシャリスト、出雲、全日本、箱根でそれぞれ過去に1区を経験しておりまして、関東インカレも集団走のしっかり走ることができたと思います。まあ、そんな児玉選手は間違いなくですね、3組目4組目あたりに出てくるんじゃないかなと思いますが、関東インカレのようなパフォーマンスができれば上位でゴールすることはね、間違いないのかなと思いますし、おそらく留学生とかもね、来る後半の組は走ってきますからね、自分を見失わない、そして1区のスペシャリストとしてポジショニング、集団走をきっちり決めていただきたいなと思います。そして4年生5人目は清野大河選手、14分11秒と29分03秒の自己ベストを持ってますが、どちらかというとね、単独走が得意な選手ですよね。箱根駅伝も見事な走り、アンカーであと一歩のところでメダルまで届くような走りを見せてくれました。非常に力はあって単独走も上手い選手ですけれども、集団走はどうなるかというところで、注目をねしたいなと思います。どちらにせよ、まあ、4年生ですからね、最後の全日本大学駅伝、まずは予選会となりますけれども、きっちり走っていただきたいなと思います。続きまして3年生に行きます。3年生は、佐藤真宏選手、13分58秒と28分49秒のそれぞれ自己ベストを持っております。関東インカレは1万メートルで7位に入賞ということでね、佐藤選手も2組目3組目あたりには間違いなく走らなければならない選手かなと思います。箱根駅伝は往路の3区を任せられ、区間8位と好走、3月に立川で行われました全日本学生ハーフも62分台ということでね、長い距離には非常に定評がありますが、関東インカレでトラックも
しっかり走れる姿を見せてくれましたので、佐藤選手にも注目したいなと思います。3年生2人目は福島圭俊選手。福島選手は、スピードランナーですね。 5000m13 分48秒の自己ベストを持っております。1万メートルはまだ29分台ですが、ぜひとも1万メートル28分台を狙っていただきたいなと思います。また5000メートルのスピードを生かしていただく、箱根駅伝も6区山下りをよく走っておりますけれども、そのあたりね、スピードを生かしていただいて全日本の予選活躍を期待したいなと思います。3人目は福島圭俊選手。福島選手は、5000メートル13分48秒あ失礼しました。3人目は、熊崎高也選手、13分56秒と29分24秒を持っているということで、5000メートル13分台のね、スピードありますから、トラック活躍できる場をね、きっちり自分のものにしていただきたいなと思います。熊崎選手もね、自己ベストを期待したいと思います。そして4人目はスーパーエース松山和樹選手、5000メートル13分48秒1万メートル28分42秒間違いなく東洋大学のエースです。箱根駅伝はね、過去2大会箱根駅伝2区を走りまして、花の2区を走りまして、いずれも日本人区間2位ということでね、非常に長い距離、ハーフの距離を得意としている選手です。3月に立川で行われました全日本学生ハーフも3位入賞で、ユニバの日本代表の出場権を獲得。ただユニバ本番はコロナの影響で中止となってしまいました。まあ、そんな悔しさをね、晴らす走りをしていただきたいなと思いますし、今シーズンはトラック種目も絶好調、トラックでの活躍も期待したいなと思います。そして3年生最後5人目の選手は村上太一選手。 5000m は14分07秒 1万メートルは29分07秒となっております。昨年12月の日体大記録会では 1万メートル29分07秒の自己ベストをマーク。ただ残念ながら箱根駅伝を走ることはありませんでした。世田谷246ハーフマラソンでは63分33秒、3月の立川で行われました全日本学生ハーフでは63分51秒ということで、長い距離非常に強い選手ですからね、まあ、1万メートルスタミナを使いながらきっちり走れたら面白いんじゃないかなと思います。そして2年生参ります。2年生からは1名のエントリー、梅崎蓮選手。 5000m は14分14秒 1万メートルは29分18秒の自己ベストを持っております。梅崎選手は関東インカレのハーフマラソン準優勝、優勝は日体大の藤本選手です。藤本選手といえばね、日本選手権にも出場したことある日体大のエースですけれども、そんなね、日体大のエースには敗れたものの、中央大学勢、東海大学勢の主力メンバーに勝ちまして準優勝を果たしました。タイムも62分台と非常にね、いいタイムで走りましたし、箱根駅伝はね、1年生ながら7区を走りました。区間11位と思ったほど伸び悩んだ感じはありますが、それでもね、きっちり走り切りました。長い距離を得意としている選手ですからね、1万メートル予選会きっちり頑張っていただいて、全日本箱根につなげていただきたいなと思います。そして1年生参ります。1年生からは2名のエントリー。1人目は尾形玲奈斗選手。 5000m 13分54秒 1万メートル28分36秒の自己ベストを持っております。もうね、大学1年生顔負けの持ちタイムを持っている尾形選手ですけれども、安定感も抜群な選手。関東インカレは 5000m に出場しまして、予選を14分02秒で通過、決勝も14分00秒と好タイムをマークされました。きっちり2本揃えたところにね、尾形選手の安定感、強さがより光ったレースだったと思います。また 5000m は13分台の自己ベストを持っておりますが、14分10秒台のタイムも何本も出しておりまして、期待のルーキーですけれども、ぜひとも全日本大学駅伝のデビュー、予選会のデビューをね、期待したいなと思います。そして最後ですね、1年生となります西村真周選手。 5000m13 分55秒の自己ベストを持っておりますが、関東インカレは14分11秒で予選通過、決勝は14分29秒と苦しい展開となりました。ただですね、非常に駅伝能力の高い選手ですから、また 5000m も13分台の自己ベスト持ってますからね、そのあたり西村選手に注目期待したいなと思います。ということで、今回の動画は6月19日に行われます全日本大学駅伝の関東予選、1位通過を狙います、トップ通過を狙います東洋大学の
エントリーメンバー13名全員を紹介解説させていただきました。東洋大学勢前半シーズン例年にないぐらいトラックシーズン順調ですから、全日本大学駅伝の関東予選もね、大いに注目したいなと期待したいなと思います。以上